はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。3日目水曜日の昼から、やっていきたいと思います。昨日の講義で出た課題を軽く片付け一息つく。ふと思い出すのは彼女のことだ。まあ今度会った時に覚えてたらいろいろ聞いてみるか。さて今日やることは片付いたし何しようかな。なんだこの選択肢は。なんかどれを、なんかスマホをいじるが一番こう彼女が関係しそうな気がするんだよね。いじろっかな。スマホいじる。分岐マップ。 OK。 そうだ、彼女にライムでも送ってみるか。ほら来た。誰かと間違えてない。初日のやつから一歩も進んでないんだね。昨日サークル来なかったな。速攻で既読がついた。うん、忙しくて。どうしたの急に。いやちょっと気になって、あと暇だったから。そっか、私は忙しいから特に用ないならまた今度ね。なんか冷たくない、冷たくない。俺こんな言い方されたらちょっとと思っちゃうよ。なんだやけにそっけないな。だよな。ごめんね。忙しいならしょうがないのか。あ、上がってくぞ。なんでだ。これは絶対浮気してますな。電話鳴ったよ。出ろよ、俺タップしてるぞ。ふわ、うるさいから早く出てくれ。はい、もしもし。なあなあ、今日合コンやるんだけど夜暇、参加しない？分かった、行くよ。別に浮気する気はない、ただ少し気晴らしをしたい気持ちはある。別に合コンぐらいで浮気と思わないって。サンキュー、じゃあまた夜な。いやー、俺合コン行ったことないんだよな。リアルな俺は合コン行ったことないんだよ。通話を終え、俺は出かける準備にかかった。彼女浮気してんのかな。なんかそんな簡単な話でもない気はするんだけどな。早めに到着したつもりだったが、すでにほとんどのメンバーが到着していたようだ。おう、やっと来たな。適当に頼んでおいたぜ。サンキュー。彼女だ。応答か拒否か選べんだ。はい、拒否。あれ、ここで選ぶのか。無視する。どん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 関係を悪化させてやるからな。後で折り返せばいいだろう。俺は女の子たちに目を向け軽く自己紹介を済ませた。俺さんってなんか余裕感じる。そうかな、普通だよ。彼女とかいるんじゃないですか。いや、いないよ。うわ最低、うわ最低。ダメだって俺くん、そこはね、いるって言わないとダメだよ。まあ浮気する気持ちはさらさらないし、この場限りで終わる関係だ、いいだろう。ダメだよ俺くん、彼女いるって言わないと。よう、楽しんでる。これから楽しもうとしてたんだよ。女の子全員可愛いじゃん。ああ、もう一人遅れてくるぜ。その子も期待できるの。うわ、彼女じゃないの、彼女じゃないの、彼女じゃないのこれ。そう言われてみれば俺の正面の席が一つ空いてる。絶対彼女だってパターンで言えば。あれ違った、全然違った。あれ、バイトの子、あのきつめの、違うかな。違うか、いい足してんな。うわマジかよ、俺はこの女に見覚えがある。ほら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 、あの時はきつい、あの時はつい露骨に目をそらしてしまった。なんだか気まずい。ギャル店員が正面に座ったが、あっちは俺を見ても特別変わった様子はない。まあそうだよ、客の一人しかないからね。いちいち覚えてるわけないか。目の前に座ったのに無言というわけにもいかず、俺はギャル店員に挨拶することにした。あれ、もしかして君、俺ちゃんと覚えてるから。そういうの、
あれ、この間サークルの飲み会で君のこと見たような。へえ、覚えててくれたんだ。私も覚えてるよ、あんたのこと。よく俺のこと覚えてるな。てか笑ったらこんな顔するのか。普段から笑ってればいいのに。なになになに、火が入ったけど。おお、なるほどね、なるほどなるほど。ていうかさ、あんた彼女いるっしょ。え、高校のこと彼女知ってんの。あれ、何のことかな。この女突然に何をペラペラと。うわ、このこういうのダメだよね、ダメだよね。ちゃんと空気読まないと。なんで知ってんだよ。え、彼女いるの、あの人。相手がいるのに合コン行くとか絶対許せないんだけど。そこで絶対許せない女ほどは許せないけどね。俺は合コン行ったことないけど。とりあえずあの人は対象外だよね。ダメだ、もうとてもこの場にはいられない。すがる思いで友人を見たが目を合わせてくれず。皆さん、ちょっと俺用事を思い出したんで今日はこれで。正々堂々いればいいんだよ。俺は金だけテーブルに置いて逃げるように居酒屋から出た。別にいいのにさ、ね。ギャルとくっついちゃうパターンってなんのか。俺くんが浮気しちゃうパターンか。俺は彼女に浮気させたいな。たく、あのギャルなんてことしてくれたんだよ。ほんと最低だよね。あのギャルムカつくな。ただ付き合いで参加しただけの合コンなのに恥をかかされて無性に腹が立ってきた。クソムカつく。へえ、それがあんたの本性ってわけ。いやー怖い。怖い。声に振り返るとあのギャルがニヤついた顔でベンチに座っていた。もういい、全然いいよ、減ったっていいよ。俺は彼女優先なんだよ。いつから。あんたが店出てってから。もう我慢ならない。いくらギャルが怖くてもこれ以上舐められてたまるか。その通りだ。ていうか君は何なんだ。高校に来るわ、俺に彼女いるの知ってるわ、ぶち壊してくれるわ。おお怖い。まあそうカリカリしなさんな。合コンに来たのはほんと偶然、数合わせて呼ばれただけだっつうの。それでなんで俺の彼女のこと。彼女を知ってるのはちょっと縁があるから。あーやばいやばいやばい、これやばいんじゃない。彼女の知り合いなのか。ここで立ち話もなんでしょう。そのことも含めてちょっと話しようと思ってんの。メモ ID って書いてある。 IDFLUTTER 読めないね、ちょっとかすれてて。ライムくらいやってるでしょ、連絡して。あ、 LINE の ID ってことか。ライムの ID ってことか。それだけ言うとギャルは俺を追い越して歩いていく。ちょっと連絡なんかしないから、これだけ先に言っとくわ。あんたの彼女気をつけた方がいい。なんだかっこいいなギャル。なんなんでしょうね。お、これで、今回は終わりか。 2B コンテに入れたから。なんかギャルかっこいいな。ギャルとくっついてもよかったな。わざわざこう嫌われそうなパターンを取る必要もなかったかもね。はい、ということで3日目終わりました。今回の動画はここで終わりましょう。次は4日目やっていきたいと思います。そんじゃ、今回はここで終わります。バイバイ。